シティは死につつある。疫病が蔓延し、冷酷なノースクレストの圧政は町を歪んだ方向へ発展させる。それに比例して燃え上がる民衆の怒り。混沌に飲み込まれようとする町に救世主の姿はない。町を救うであろう男は姿を見せず、闇に生きている。目を覚ましかけてる。デウスエクスのスタジオが送る本作シーフでは、プレイヤーはマスターシーフギャレットとなる。あの屋敷でエリンもお前も死んだと思っていた。ギャレット落ちる。ああ記憶とパートナーを失い、町に戻ったギャレットは残虐な保安総監に命を狙われる。町の真実を見つけるには自らの能力を駆使しなければならない。敵には見つからないように、マスターシーフ・ギャレットに盗めないものはない。ただし行動は慎重に、目標までのルートを見極めること。さまざまな手段を使えば望むものは何でも手に入る。道具や周囲の環境を利用し、障害を突破または排除。宝までには数々の障害があるだろう。闇は唯一の味方であり、見つからずに街をかけるには不可欠だ。敵の目から逃れるなら闇の中へ。弓はさまざまな場面で有用であり、矢も多くのタイプが用意されている。強力な武器であり、汎用性も高い。何か聞こえたぞ。敵は殺すこともできるが、一つの命も奪わずにゲームクリアも可能。ブラックジャックで殴るか、非殺傷タイプの矢を使えば敵は気を失うだけで済む。夜の闇に潜めば自由に街を探索できる。怪しい事件や取引、人々の生活に溶け込もう。街は欲望に満ちている。叶えてやれば相応の報酬が得られるだろう。稼いだゴールドは武器のアップグレードや装備の拡充に使用できる。またゲームが進めばギャレット自身の能力も解放されていく。フォーカスを使えば利用できるオブジェクトや隠れた真実が浮かび上がる。隠し扉や厳重な金庫を破るのに有効だ。何世紀にもわたってこの町に眠る宝や謎、誰かが見つけてくれることを願っているだろう。ただし万全な装備と高度な技術をもってしても盗みが計画通りにいくとは限らない。動くな。時には即興の対応が求められる。完璧な盗みを成功させるにはその方法を間違わないこと。武器を手に闇の中から襲いかかるのもいいだろう。あるいは幽霊のようにそっと入り込み、宝を奪ってから痕跡を残さずに夜の闇へ消えるのもいい。侵入や脱出にはあらゆる手段があり、正しく選択すれば捕まることはない。止まれ命令だ。
盗んだ宝、特に貴重なものは自分の隠れ家に飾ることができる。ただし、この町で出くわすのは宝だけではない。町にはノースクレストの衛兵や、さらに危険な何かが潜む。あなたはギャレット。闇の中を歩むマスターシーフ。